み1テーマ YouTuber 専門学校夢ビジネス界隈で以前働いていたものですが、この手の学校はいわゆるボーダーフリーの学校です。だからとにかく広告を打って必死に営業をして入学者を増やすことが資金確保の手段となります。ホームページで資料請求をしたらガンガン電話が来ますよね。それがまさに営業です。学校なのにやっていることはビッグモーターの営業と同じ。 ただ、YouTuber 専門学校は批判されがちですが、各個人が何を学ぶか次第だと思います。ダメな子は学費400万円と3年を浪費、しっかり目標を持った子はウームに就職できたりと分かれます。お疲れ様です。社畜ジャパンです。今日は YouTuber 専門学校に関する現場の口コミを紹介します。口コミ2以降万ン,ンクリエイターアカデミーの口コミです。 株式会社バンタンは1965年に設立されたクリエイティブ分野に特化した専門教育を行う営利企業。4年生のクリエイターハイクラス総合コースと3年生2年生のクリエイター総合コースがある。働き方の特徴は広告費を稼ぐべく大量のテレアポと土日の学校案内に全力を注いでいくスタイル。会社ホームページなどの年収には交通費が含まれており住宅手当や寮などもないため可処分所得は低い。 頑張る子供を応援する気持ちと、頑張る子供から売り上げを確保しなければならないという使命の間で迷う。割り切って昇進すれば、年収700万円にも到達可能。口コミ3。まずは、バンタンクリエイターアカデミーの年収関係を見ていきましょう。講師については、想定年収は351万円から614万円。年俸制であり、残業代が月40時間分、みなしとして含まれています。勤務地は東京都。 また、年間休日は122日。休日休暇の形態は週休2日制のシフト制です。続いて、経理です。想定年収は315万円から511万円。年俸制であり、みなし残業40時間です。口コミ4。バンタンクリエイターアカデミーの営業職として勤務。 土日はないものだと考えた方が良い。学習塾などと同じように、来校いただいたお客様に対して案内をする必要があるが、それは土日に集中しがち。親御さんの仕事の関係で平日に来れないというシンプルな理由だが、結果友達とはどうしても疎遠になる。営業は基本的にテレアポが命の会社だが、さすがに相手が寝ている時間までは仕事をしない。 働く時間はシフト制であり、8時半から17時半の場合もあれば、12時から21時の時もある。ここからさらに残業が加わるため、家に帰ると寝て終わり。口コミ5。まず大前提として、バンタンクリエイターアカデミーは企業法人のスクールで、学校法人ではありません。 企業が運営する専門スクールで卒業しても高卒のまま、まこなれ社長のテックキャンプと同じではと疑問を持たれる人もいるかもしれません。ただテックキャンプは厚生労働省の給付金制度対象、YouTuber ーー専門学校はそんなことはありません。なお学校法人と異なる最大の特徴は、働きながら学ぶ経験を提供できるところにあります。また、2年時にはウームなどへ半年から1年の長期インターンシップの参加も可能です。口コミ6 バンタンクリエイターアカデミーでは、みなし残業40時間が含まれており、そこまでは基本的に残業することになります。義務教育と違い、あくまで営利企業であるので、メンバー、生徒の将来と利益の間で悩みましたね。メンバーへの愛情、情熱が消えた瞬間に退職することになるのかもしれません。学校ではなくスクールの形式をとっている理由は、講師である現役 YouTuber が教員免許を持っていないためです。 ただ、チャンネル登録者数10万人以上の現役クリエイターに講師をしていただくこともあるので、事業品質は高いです。口コミ7。万端ンンクリエイターアカデミーの営業は、徹底した電話勧誘が主な仕事となります。例えば、会社の電話番号が着信拒否として設定された場合は、個人の電話番号で再チャレンジします。二度とかけてくるな、とオンラインで苦情を言われても、 お電話不要の際は、バンタンクリエイターアカデミー入学事務局にお電話をいただけないでしょうか。連絡不要の場合は、ご連絡をいただけますと幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。と返答して、再度電話するようにしています。口コミ8。引用、UU、UM ホームページ。2023年4月より、UU、UM に新卒入社予定です。現在は、バンタンクリエイターアカデミーという専門学校で、YouTube のアナリティクスの分析や、マネジメントに編集。 これらの技術的な知識に加え、グループ制作では企画から動画を作成し、納品する一連の流れを実践で学んでいます。私は YouTube 業界は今後も大きく変化し続けるという言葉を学校やインターンや就活中に幾度となく耳にしました。変化し続ける業界だからこそ想像し得ない経験をする機会や迷い悩むであろうところにワクワクを感じ入社を決めました。なお、ウームは赤字です。口コミ9 バンタンクリエイターアカデミーは年俸制であり、飲食などと比べると給料は良い。ただ、新卒から入社した場合は昇給が年数千円。反面、転職組は前職の給料がスライドなので差が生じる。住宅補助、量などは一切なし。ただ、通勤手当はしっかりともらえる。なお、退職金は最低3年働かないともらえない。あと、高額な授業料に悩むメンバーに対して、積極的に教育クレジットを提案するのは、やはり抵抗がある。 YouTuber 専門学校というといかにもクリエイティブというイメージだが一部講師を除くと全員一般人。口コミ10。 万端はとにかく退職者が多い。入社3年目まではそれなりの給料がもらえるが、3年目以降は給与システムが変わり給料ダウン。その結果3年目を待たずして退職してしまう。福利厚生は劣悪。会社都合の転勤であっても住宅補助は一切支給されずたまらない。会社は若い人が多いので単身赴任者の辛さなどあまり考えていないように思える。オフィス自体は非常に綺麗で採用も外見を重視していると判断できるレベルで見てくれは良い。口コミ、1。 ここで時間割例を見ていきましょう。月曜日は朝からチャンネル解説、SNS 運用講座、動画撮影。午後からは SNS 運用講座、ホームルーム。火曜日は午前中はなしで、午後からはマーケティングや動画撮影。水曜日は午前中のみ、マネジメントや動画制作の基礎。木曜日も午前中のみ、YouTube 動画制作実習やセルフプロデュース。金曜日は午前中に動画編集をし、午後からは動画制作実習というスケジュールになっています。口コミ12。カモは言い過ぎですが、 確かに学生を確保するのに逆気になっている営業も多いです。営業なので自分の担当するジャンル、学科に対してノルマを課せられます。そのため YouTuber になりたいと希望する子に対して別の学科をご利用しして退学ということもありました。面談の件数は非常に多いです。1年間で合計200件程度の面談を土日に集中してやりますので多忙でした。悩んでいる10代の背中を押してあげる仕事ではあります。ただ、崖から突き落とす仕事かと思うと不安にもなります。口コミ13 批判が多いのは100も承知です。ただ、元引きこもりや、うまくコミュニケーションが取れなくて不登校になった子たち。レールから外れそうになっている子たちが、ここなら行きたいという意思を見せる。だから親御さんも活かすんですよ。学費も400万円かかりますし、間違いなく高額。でも、最後の社会復帰の場所と考えたら、悪くない選択肢だとは思えませんか面と向かってコミュニケーションを取れる場は、引きこもりよりも数段良いはずです。 我々職員も彼らの自立サポートのために12時間拘束にも耐えているわけですから。口コミ14バンタ単ンクリエイターアカデミー大阪港あるある休み時間にほとんどの人がコンビニに行っているファミマやローソンが多い一目見て学校かわからない何も知らない人からすると校舎が普通すぎる撮影の授業中に彼らのバッテリーが切れるエアコンのスイッチが他の教室と連動している普通の学校よりも拘束がめっちゃ緩いほとんどの講師が若い なお、概要欄に引用元の動画のリンクを載せておきます。口コミ15、拘束は緩い、ただ遅刻したメンバーもスクールも叱る、育てることを求めていないから割り切るしかない。 どれだけメンバーが幼稚だとしても一人の人間なんだし、その意思を尊重するのが一番平和。講師のポジションとして、何とかしてあげたいと悩む人もいるが、その熱意はやる気ある生徒に注ぐべきだと思う。やはり支援が必要な子が集まる傾向にあるとはいえる。その中で数人才能のある人間が紛れ込むこともある。とはいえ、きちんとした教育、機材を提供できているとは思う。世の中には2年通っても計1週間しかイルカに会えないドロフィンスクールなんてものもあるから。口コミ16 学校法人の認可を申請するには、講師の半数以上を教員資格を有する常勤講師で構成しなくてはなりません。しかし、それでは常に変化する業界の現状を踏まえた教育を行うことができません。現役のプロクリエイターからしか学べない授業を最優先に考えています。また、スクールは引きこもりの子の受け皿の側面もあります。 ただ、生徒の心がデリケートすぎて、メンタルケアに無知な講師にカウンセリングを求めていると感じることも多いです。社会性や倫理観を教える場ではないので、難しく思います。口コミ17 万端で給料を上げるためには昇格一択。福利厚生も貧弱で、サブロック協定は守られていない。そのためどれだけ働いて出世して管理職になるかどうかで、可処分所得が大きく変わってくる。イメージとしては一昔前の個人商店で働く感じ。当然労働基準法からはかけ離れている。仕事が人生、仕事が趣味、生きがいという人でなければなかなか成り立たない。良い点はプロの講師の話を聞ける点。自分自身の成長にも役立つと思える話は多い。口コミ18 一般的な予備校ならば、入学試験などを設けて足切りを図るが、来た子どもを全員囲い込むスタイル。そのため、明らかに続かないし、お金が無駄だろうなという子も入学するし、案の定ついてこれずギャップが生じる。結果、待っているのは、授業のレベルが低い、無駄といったネットにおけるネガティブな口コミ。確かに4年生だと学費は550万円かかるし、YouTube や動画市場で取り戻すには、大きすぎる額だから仕方がない。 ただ、実際各学年、少なくとも数人は才能を感じるメンバーもいることはいる。そのようなメンバーが入学してきたのなら、もう接待モード。口コミ、19。営業職は、土日、祝日、ゴールデンウィークや、夏休みなどが業務のメインとなることが多いので、家族とのスケジュール感が合わないことも多い。学校勤務はソフトなイメージがあったが、数字達成第一なので、入学営業のトークを含めて、個人の成績に対してシビアである。上は、数値設計をして、ノルマを課す。 ただ、中途や新人への教育はなし。上は中途で人材育成をされず叩き上げで乗し上がってきたのだから仕方がない。できるようになれ。的な圧がすごい。みなし残業の40時間は当然残業。そこからプラスアルファで残業。産休や育休を取っている女性を見たことがありませんでした。口コミ20。これで最後です。引用万端ンンクリエイターアカデミー公式 YouTube チャンネル、概要 次世代メディアのクリエイターを目指す方に少しでも役に立つ動画を配信していきます。少しでも興味を持ったらお気軽に資料請求をしてください。チャンネル解説日2021年10月18日。チャンネル登録者数現時点で151人。以上が YouTuber 専門学校の現場の口コミでした。皆さんどう思われましたかぜひ感想をコメントで教えてください。はい、本日の動画いかがでしたでしょうか 今後も皆さんのお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。それではまた明日お会いしましょう。では、さようなら。